お疲れ様です。今回はねトランプ大統領ですねあの、ツイッターがトランプ大統領の復活したわけですけども、まあ、これによってトランプ大統領は今度ね世界最大のメディアを自分の傘下に収めたってことになるわけですよね。まあ、というのがイーロン・マスク氏っていうのは実はまあトランプ大統領の部下でですね え結局この電気自動車の波を起こしてそこでお金を集めて世界一の金持ちになったわけなんですよで世界一の金持ちに短期間になった後にスペース X っていう世界で最大のインターネット会社を成立させて今や戦時下にもネット回線を強制接続できるわけですよね、まあ、つまりこれによって世界中に通信網を完成させたわけなんですよプラス世界最大の報道をその上に乗っけたということで多分もうこれでかなわなくなっちゃうんじゃないかなと で、えっと、電気自動車の役割は終えたんで多分こちらの方はどんどん手を引いていくのかなってところになりますけどもこのトランプ大統領がねもうツイッター復活してからさまざ、あ、まね発信をしてくれてるんですけども多分でも多くの方はこのトランプ大統領のツイートなんて見ずに。 ななんんかかよくわかんないあれね、近所で起きたこととかね、えー、友達だったら、まあ、言ってみればくだらないことに終始してると思うんですよだから情報を受け取るか受け取らないかって公開されてる情報でもあるのに受け取らない人がいるってことでだいぶ差がつくのかなと思うわけですよねで金魚牧師って金魚牧師じゃないやキング牧師ですかキング牧師も当時非常に大事なことを言っていたわけなんですよそれがたった一部の人にしか届かなかったんだけども、まあ、黒人の権利を奪い返すことに。 まあ成功したっていうねそういった経緯もあってだからいつも民主主義っていうのは少数の人が多数を作り出すそのプロセスのことを言うんだろうなと思いますそして少数の発想とか少数の立場に立てない人がいわゆる常識人と言われているまあ常識的な行動をとってですねその枠から全然抜け出せなくてまあ、異端であることが正義とは言わないんですけどもやっぱりね異質であることの中に次の時代の流れがあるってことが、ね、見出せるかどうかっていうところなのかなと思うんですよ。 あの前回大統領に選出されたことですらねストーリーにしてしまって落選したこともストーリーにしてでこのスペース X をその間に成立させてでまあウクライナの戦争はね人為的に起こしたかどうかは全然分かりませんけどもうまいことそこに乗っかってねなんか結局地上最大の権利を手にしたのかなということで次の大統領選はトランプ大統領がこれはすんなりと通るような気がしますよねバイデンさんももうお年ですからね最近は物忘れがひどくってあの何ですかね 今度はなんかこう中国となんか面白いこと言い出したみたいなところがありますけどね。うん、なかなか興味深いですね。またあのトランプ大統領と習近平の会談の模様は別の機会にお届けしたいと思いますけども結局どの情報を取るかによって人生が全然変わってきたりとか思考が全然変わってくるんで、うん、まあ何かね見えてる景色は全く変わってきますね。す、まあ、すごいで,すですよねみんな、本当に共通の そのツールとしてインターネットとかツイッターっていうのが手渡されてるのに、その使い方によって全くもう盲目である、人は盲目のままであるし、活目してる人はどんどん活目していくしって感じですかね。うん、いや、どっちになるんでしょうか。さあ、あなたの目はどちら。いってらっしゃい。